ははい皆さんこんこにちはコンンサルタント高橋子です本日のテーマは「インフレ・値上げ・ AI の進化の時代背景から2023年以降の教室業の未来を予測する」というタイトルでお話をしてみたいと思います。 えーと今日はですね、まあ、集客にダイレクトにというよりは、うん、と未来予測のお話をちょっとしていきたいなと思います。特にそうですね今2023年の前半期なんですけれども後半から2024年に向かって、うん、多分こんな風になっていくんじゃないかというふうに考えていることがありますので、えー、と現状もちろん今、あのー、普通にね、あのー、教室業をやられている方もこれから 教室業に参入する方もぜひあの考えておいてほしい、まあ、ちょっと引いた目線の、うん、大きいうねりの話を今日はちょっとしていきたいなというふうに思ってますので、あのー、今後ねしっかり生き残って頑張っていきたいよという方はお耳を傾けていただければなというふうに思っておりますはいえー、とまずですね、あのー、教室の先生ってニュース見ない人多い ですはい、あのテレビ見ないはいいんですけどニュースもついでに見ないあの、えー、とニュースももちろん全てが別に正しいとは言わないです情報操作されてる内容とかも入ってるものもありますからだけれどもあの怒ってる事実とかって怒ってる事実あるじゃないですか例えば、えー、と対アメリカドルに対して円が安い円安だとかね 少し戻してきましたけどね、でも円安だっていう状況は昔の状況から比べると、まあ、あまり変わってないよねっていう状態ですよね。これはまだもうちょっとしばらく続く印象がありますしあとあの、まあ、少子高齢化、日本はあの特に高齢化をしている国。 なのでまあ、失われてる失われた30年という言葉をあをよく言われてますけど GDP の,あの総生産の方とかも低いですしあの活気がない新しい産業がどんどん生まれているわけではなく、まあ、むしろ新興国の方で、えー、そういったうねりがねこう出てきているという状態で弱い国力として弱くなっているというのこれも日本の,あの現状で事実なんですよね。 でそうすると、輸出入の部分でいうと、あーとまあ、輸出とかは、ね、本来はあの円安の場合には、相手からすると安いから嬉しいという状態になるのかもしれないですけれども、あーと日本が何かを買いたい場合ですよね、海外のものが全部高いっていう状態になってしまうので、結果として輸入のものはすべてが品目的に高くなっていく、もちろんあの電気とかそのあたりも高い。 状態になっていってていますよねだからじわじわと今だんだん値段が転嫁されてきて,きていてうっすらと価格にどんどんこう転嫁されてきているっていう状態になっています。値上げの部分に関しては。さらにこれに絡んであまり良くないような状態を言うとですね、海外の方からすると日本のものって安いんですよ。そうすると 海外の人が今、だいぶコロナも落ち着いたので、日本に来て物買うじゃないですか。で、需要と供給の関係で価格っていうのは決まっていくので、売れるものはどんどん高くなっていきます。それが日本の純粋なものだったとしてもですよ、需要と供給ですから、売れないものは売れないから、値段が安くなっていっちゃったりします。 とということは海外の人が来て日本のこれは価値があるって思ったものを叩き買いというか向こうにとって大した値段じゃないからどんどん買っていきます。そうすると今もうすでに起きていることどんなことが起きているかっていうとホテルの値段とか一流ホテルとかめちゃめちゃ高くなっていってます。海外の方からすると泊まるのにいいホテルが安い値段で泊まれちゃうから泊まっちゃうから売れちゃうから値段がどんどん上がっていってるんですよね。<laughs> もうちょっと大きいもので言うと、えー、と土地とか建物とかですねいい、いい場所のいい土地、いい建物、どんどん買われていってます、今海外の仕事に。この間、テレビを見て衝撃的だったのが、中国の多分お金持ちの方が親族、徒党で、えー、下見に来て、要は旅館丸ごと1棟売却っていうシーン、まあ、そういうのを仲介する方いらっしゃるんですけれども、 10人ぐらいで引き連れてきて、その旅館をね、品定めして、温泉いいわね、あ、雪色見れるの、あ、こたつ面白いの、でも、あの畳嫌だわ、フローリングにしてとか、まあ、いろいろ、それ、向こうの言葉で喋ってるんですけどあの、家族で見に来るんですよ、下見に。あ、じゃあ、これ、ちょっと別荘にいいわね感覚で、旅館一等買いするんですよ。まあ、多分、奥とか、確か奥だったと思うんですけどね、何億だったか忘れちゃいましたけど。 っていうなんかね日本人としては複雑な気持ちで見てました。特に私、温泉好きだったし、旅行会社だったから、いやそういうなんかね小規模の十0世ぐらいのいい感じのこじんまりした旅館が温泉ごと海外の人に別荘として買われていくんですよ。だから旅行業として成り立たなくなるんですよね、当然そこは。日本人が泊まれてた古き良き宿とかもどんどんどどんどん,どん買われていってるんですよ。これ どういうことになっていきますっていう感じなんですよね。自分たちが買えるものがどんどん減っていって、買えたとしても、そこに日本人同士で群がったり、海外の資本と競争することによって、値段がすごい高いものを買う羽目になっていきます。はい。値上げのとこ、インフレ値上げのとこですね。であともう一個、AI の進化です。ここのところね、目覚ましいですよね。いろいろと。あのーま、NFT とか、DAO、まあ、メタバース。 あとチャット GPT あと,、うん、とミートジャーニーとかね、まあ、いろいろあるんですけれどもここのところすっごい凄まじい進化です AI の方がねそうするとあの単純作業ができるような仕事っていらなくなっていくんですよだからあの右から左へみたいなものはもうほぼいらないし転機するとかいうレベルのものもほぼいらなくってオリジナリティとか脳を使って えー、その人個であるということがブランド確立できるような内容でないと生き残っていけなくなるというような時代に突入しているんですよ今この辺りのニュースは知っててほしい普通の話なのでで教室業の先生の関心事って自分が仕入れる小麦がちょっと高くなったなとかそんなレベルぐらいで感じてるレベルだと思うんですけど。 この状態になってくると今度どうなっていくかっていうとあの例えば、まあ、値上げですね値上げが必要になるんだけれども、まあね、まず値上げがじゃあできない教室はどうなるかっていうと、えー、他のものとか仕入れがどんどん高くなっていくのに値上げができないからどんどん利益が減っていくだから忙しいけど疲弊するっていうレベルがまず1つですね もう1個言うと、えー、例えばその値上げについていけなかった、ね、それをやったっていういい,い,い状態でやれてるとして、本来は感謝されるはずが、どの層の人々と付き合ってるか、つまりあまりお金を捻出できないインフレ、値上げで生活必需品を中心に、 えー、節約をしたい層の人をもともと集客している場合には、まず来なくなります。値上げ以前の問題で。来なくなる。ということは、その教室としても潰れていっちゃうということになりますよね。あと、AI です。AI で、えーっと、うまく AI って使う方がいいんですよ。あそれによって仕事を取られるとかね。 そういうい状態じゃなくてだから今までウェブ苦手ですとかって言ってた人はもうそれどころの騒ぎじゃなくなるほどの AI の進化とうねりが来ているからもうここでは取り入れた人がちゃんと残っていけるというそういう状態になるので取り入れられないってことは緩やかな衰退か場合によっては劇的に衰退かっていう方向がもう見えているというそんな感じになっていきます。 ねちょっとね、冒頭から暗い話ですけど一応現実を知ってもらいたいということでじゃあじゃあ教室業ってどういう状態になっていくのっていう話なんですけど、えっと、知識だけを教える教室っていうのはおそらく衰退していきます、はいえー、体験型経験を一緒に楽しめるその生徒さんとねその先生の個性が生かされた、えっと、教室の作りになっているものは残る可能性があります オリジナリティとかが、まあ、大事になってきます。とするとここ3年ぐらい流行していた流れなんですけれども、えーと、工学講座の部分でね、今まで自分が培った知識をディプロマとして先生になりたい人に渡す丸ごと好きなようにそのまま使っていいよっていう状態、これが破綻し始める可能性があります。 つまり、教室、飽和状態になっていくと、みんなどこに行っても一緒ってことになってしまいます。そうすると、どこに行っても一緒っていうことが、どの教室も選ばれない可能性があるんですよ。個性がないから。つまり、今後、ディプロマを渡していく先生が、もう一段上のスキルが必要になるのが、ただ、スキルと、えー、と教えるスキルとレシピ渡すだけで、 えー、大丈夫だったディプロマ講座がおそらくそれが崩壊してくるので次にどんなディプロマ講座として作っていかなくてはいけないかというと、えー、その生徒さんに合わせた個性と,、えー、とアレンジですねその講座のアレンジそこまで見てあげてディプロマ講座を発行していかないといけなくなると思いますなので今よりもう一段上の講座にしないと ディプロマ講座のディプロマを取りたいっていう人が減ってくるのでお金がなくなってきますから。で、受けたい人はいるんですよ。その人たち何を期待してるかっていうと、えー、と楽しくなんだか人が来てくれればいいっていうふんわりした形でディプロマを取る人は減ってくると思います。なぜならば経済状況がよくな,なくなっていって、えー、企業が解雇 大量にし始めると旦那さんの収入でどうにかなってたんで大丈夫ですっていう方も突然旦那さんが職を失う場合がありますパート先もそうですはい、そうするとですね皆さん次にどういうことのためにお金を払っていくかっていうと趣味で楽しくっていうことももちろん残ります残るんだけど生活に直結するような講座のためのスキルを習得するっていうことには え熱は入ると思いますつまりじゃあその人たちが求める成果はどういうことなのかって言ったらお金が手に入るようなスキルということになるのでただ学んでディプロマ渡すだけだと厳しくなってきますとすると次何をしなきゃいけないかっていうとディプロマと、えー、オリジナルにしてあげることと集客のスキルこの3点がおそらくセットになっていきます今後のディプロマのトレンドがということはですね ここででもまた振り落としが入るんですよ今まで普通に例えばディプロマ発行しますはいどうぞ教室で使ってその先の生徒さんが、えー、売れなかったらそのディプロマの価値がなくなっていくんですよあの先生の取っても売れないしとか集客を教えてもらえないしだったらセットで教えてくれる人のところに行こうみたいなそんな流れができていくのでうんと次は、えー、っとスキルが えー、少ないコンサルタント的な立ち位置の名前を名乗る人がディプロマを発行していくみたいな感じになっていくのでここもまた玉石混合ですすスキルの差がすごく出てきます、まあここが多分一旦はここ私15年20年近く教室業を見てきているところの一つの執着点なのかなと思ってますけどね。あの 全員がコンサルタントになるとは言わないけれども、結果、その教師の生徒さんが選ばれるためにはですね、集、え、客、ー、のスキルとかを持ってないと、自分が教えた生徒さんが世の中的に他の方とかに選ばれていかない可能性が高いので、今後、売れなくなるであろう予測するディプロマは、 えー、今までは何か資格があると嬉しい、私こんな資格を習得しました、症状があると嬉しいということに、2、30万、ポンポン払ってた人が、おそらく払わなくなってきます。なので、そういう趣味の人だけを相手にしていたようなタイプのディプロマの講座の先生のところは、売り上げが落ちるはずです、おそらくで。伸びてくるのは、集客とセットになったものをきちんと教えられる先生のところの講座は伸びていくと思います。 はい、なので、先生業の、えー、その執着点というかね、スキルアップの部分で言うと、単に、えー、パンならパンとか、お菓子ならお菓子を教えるだけではとどまらずその、教室を開きたいっていう人のアフターケアまでセットになった教室が今後は選ばれていくだろう。 とということになりますでその段においては当然 AI 的な部分のさっき言ったようなあのチャット GPT とかも上手に使ってほしいし、えー、いろいろなあのものとかがこれからもどんどん出ていくのを上手に取り入れながら使い自分が使いそしてそれを人に教えていくことができる人っていうことが、まあ、トレンドとして残り続けるだろうなというふうに感じています。 でですので、あのー、予測値はもちろんあったんですけど特に AI の進化が私が想定していた,いたいより早くてですね、あのー、教室業への影響もものすごく大きいなというふうに感じているので数年先を見越してコンサルタント養成講座っていうのは作ってます。 今うちのメンバーっていうのは教室業もやりながらそれも教えられるっていうことでその実例とかどういうふうに考えていくのかっていうのを育てているメンバーが自分の講座ディプロも発行しながら集客も教えてるっていうセットで伝えているので他のところで2箇所行って習うよりは金額的にも安いしメリット大きいんですよもちろんあの私は今そのコンサル業オンリーでやっていますので それはあの新規のうーんと立ち上げの時の経験値があるので、リブランディングですね、えー、教室そのまんまで立ち行かない場合には、壊して、解体して、やり直さないとだめの時って結構多くって、いろいろな先生の話を聞いていると。でそちらが私のどちらかというと、専門になってきているので、 単なるディプロモ講座売れなくなっていくだろうなっていうのはえー、その世間背景からの私の予測値ですなので身につけるべき能力はえー、そちらの広角系のものを扱っている方は集客を教える能力ですねこれが多分必須になってくるということとあとはより本気にあのやりたい人を中心に集めるっていう形にシフトしておかないと うん趣味の人たちはもう払わなくなってくると思います。えー、っとじわじわと不況の波というかお金がないっていう状態インフレになってきて稼げてないリストラになったとかいう人は趣味レベルで数十万は払わなくなるのでおそらくそのターゲット層を狙っている口座であると売れなくなってくる予定がありますので。 うんそちらの方面で行きたいなと思う方は、より実務を習いたい人に、<coughs> ターゲット変更する必要がありますで。趣味の講座の方だけで頑張っていきたいっていう人は、売れなくなった時に <coughs> おそらく単価を下げるとか、安い講座を改めて作り直さないといけないかもしれません。ということは、自分の生活レベルを下げる必要も出てくる。 かもしれないですパーッとあの何の気なしに売れちゃってる人っていうのも一定数いて私はあのビジネスはね基本的に再現性だっていうことをお伝えしていますうちのメンバーには再現性っていうことはつまりこういうことをすればこういうふうになるよねっていうこのルートが見えてるか見えてないかなんですよでこれがじゃ例えば1が10になるっていうのが分かったら 予測値として2が20になる可能性が高いんですよね。で、3が30になる可能性も高いんですよ、まあ。もしかしたら放物線的だったら3なのに50とかなるかもしれませんけどね。それはデータを取って背景を理解して再現性を持ってあー私の場合伝えているので皆さんに、ね。で、それが、えー、普遍的に再現できるようにデータ調整しながら未来予測をお伝えしています。で これを再現性のルートが見えていないのにラッキーで時代の波にただ単に乗っちゃって分析もできてなくて売り上げ上がっちゃってる先生とかも非常に多いですここ3年ぐらいだから再現性ってことをねちょっとキーワードにしてほしいんですけどもつまりなぜ自分が今売れているのかどういう状態になったら売れなくなるのかっていうものを予測してあの必ずプロダクトライフサイクルって言って ある一定の商品は必ずこういう,こう,いうあの波をたどるんですよ。導入期からね、成長期、成熟期、衰退期って言って、必ず衰退期が来ます。後ろに向かって長いかもしれないけどね。だから、手コ入れするのは売れてるときに手コ入れしないといけないんですよ。売れてるときにリブランディング、それは持ちながらもう1個、ないしは新規事業も持っておくとかいうのが、まあ、 あの基本、会社をずっと保ち続ける上でのセオリーになるので教室の先生も再現性っていうのが理解できていないとするとうん衰退する理由もわからないんですよ、再現性がないから。そうすると、なりに任せてどんどんお金が減っていく売り上げがどんどん減っていくっていう状態になってしまうのでそれを防ぐためにも今からでもいいので分析はしてほしいんですよ。 つまり、えー、時代背景から言うとインフレです値上げです値上げに乗らなかったらまず利益減ります値上げしても選ばれる教室じゃなかったら集客減ります AI が進化しているからそれをすごく取り入れている教室は効率的にどんどん拡散もできるけど取り入れてない教室はどんどん、えー、見てもらえなくなるから衰退していきますってこの3要素結構大きいですよね だから、特異料金がない場合には、ちょっとね、今からでも手こ入れした方がいいです、特に2024年に向かって、もっとあの目に見える形でいろんな品目、いろんな商品が値上がりしていくと、収入が減って、えっと、増えてない方は減る一方になりますので、ここはね、結構ね、注意点でポイントかなというふうに思ってます。 でちなみにあの余談ですけど私が今来年度ねどういう形で教えていこうかなって考えてるっていうところで言うと,、うん、ともう少しデジタル的な能力を強化する講座を基礎講座の中に入れていこうかなと思っているのとあと実務的な部分で言うと写真とか文章能力とかを AI も上手に取り入れながら、うん 効率化してよりいいものを作っていくスキルを身につけるような講座も来年度作ろうかなと思って今考えている最中です。その時代の流れに合わせてですよ。だからまずは皆さんが現状把握でどういう形で、えー、時代の波に乗れるか置いてかれないようにするかあと特に注意してほしいのはえー、っと 高学ディプロマが今まで当たり前のように売れていて、その要因が分析できておらず、再現性が理解できていない人は要注意です。はい、なので、あのー、ぜひ今の、ね、現状を。 把握していただいて、まあ、年内からまた来年に向かって、ね、いろいろ準備していくことがあると思いますので、はいあのー、そちらの方をぜひ、えー、検討していただければと思います。あとちなみに、あのー、現状ですね、えー、っと私のまあ概要欄とかに LINE の登録のところあって、LINE 登録された方は1回だけ、あのー、無料で、えー、っと相談とかは、ね、載ってますので、 現状把握したいですよっていう方はあのこの動画を、ね、見たっていうことでご連絡いただいた方は、えー、そのお話をして分析現状分析と何をするべきかっていうことは無料で1回だけ、はい、お話ししていますのでよかったらそちらの権利も使ってみてください。はい、以上になりますそれでは